はい、こんばんは、山城と申します。まあ、今日もね、よもやま速報って形でね、スシロー問題ね、ちょっと語ってみようかなと思ったので、語ってみようと思います。最初ね、特にこれについて語ろうと思ってなかったんですけどね。まあ、でもちょっといろいろと報道を見とったら、ちょっと気になるところとかがね、1点、やっぱしあったんで、まあ、本当は2点あったんですけどね。まあ、1点目は、なんか場所が、あそこなんですね。竹花の正木亭なんですね。あれ、スシロー。私も多分友達と行ったことがあるところだと思うんで、正木だったらね、よー前は通ってますよ。あそこはね。まあ、三重から近いと思いますけど、正木、昔働いてた会社の支店があったんですよね。その兼ね合いで、そこにも行ったことがありますし、で、ちょうどね、うちが一宮に住んでる時に、大垣とかに友達がね、おったりして、同期の友達がおったりした兼ね合いでね、結構あそこのところ行って、で、竹花にね、それこそ同じ同期の、兄か、言ったていいか、キッシーさんがね、働いとったりしてね、いうのがあったんで、それこそそう、だから、キッシーさんとかあなたりとかよう行ってたんですよ、いうのがあるんでね、馴染みのある土地だっただけに、ね、ちょっと、ああ、そっか、そこなんやっていうのもあってね、ああ、と、ちょっとね、いろいろと思うところがあったんですけど、まあ、いろいろと見てきたときに、なんか、本質的な問題のところは、細かい倫理観の話とかそういうようなところはね、わわわ言っとるし、まあ、うちは正直言って、まあ、そこら辺に関してはもう、法的に厳罰にね、処するのがいいんじゃない？もう、それしかしようがないよねっていうところしかないんですよね。っていうところがあるんで、そこら辺に関しては、まあそういうような感じの結構まあドライな意見で落ち着いちゃうんで、そんな議論の余地があんまり残ってないところなんですけど、そこじゃなくてね、気になったか結局これの原因のところの話をわーっと聞いとった時にね、いや、やはりね、結構いろいろとわー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 言われてるじゃないですか、そんな中でね、どうなのかなって思うところとかもあったんで、私なりに思うね、問題点っていうのをどうしてこれが起こったのか、これだけ炎上するようなね、事態に発展するような、ことが起こってしまったのかっていうところを、一応社会学的見地からね、まあ一応私、中京大学社会学部ですかね、まあ今現代社会学部って名前ですけどね、やはり社会学部っていうね、名乗るもの、たるものね、こういった社会問題というものに対して社会学的見地って言うんですけど、こういうの。社会学的見地からね、見ていた方がいいだろうということで、本質を捉えるときの多角的視野を持つっていうのは、これ社会学のあれなんですよ。ものの見方の学問って言われるぐらいのところなんですけどね。まあ社会学の話じゃないんでいいんです。ここら辺に関しては詳しくやりません。っていうので、気になったところで2つのポイントがあります。その2つのポイントについて、ちょっとじっくりと見ていこうかなと思います。後で切り抜きにして、多分ショートで流すと思いますけどね。で、1つ目の問題。ここですね。二つの原因の一つ。いわゆる低質化という問題でございますね。質が下がっている。これはいろんな意味での質が下がっているという意味ですね。のところじゃないか。まあ一つ目がね、今わーわー言われてるのは、一番言われてるのは多分これですね、民度の低下。こんなね、要は、子供がね、わーわー言われてる。で、これを親が取っとって、それで拡散しちゃったっていうんですよね。なもんで、それを注意しない親っていうのは何なんだ、何たるものだって言ってね、昔はちゃんとそういうのをね、ちゃんと厳しく親がしつけをして、それで、日本の社会というのはね、うまくいっていたのになったのことだと、いうことで、いわゆる民度の低下というのが、問題になっているということがあって、まあ、これに関しては、後々と触れていきます。あるところもあるし、ないところもあると思います。まあ、これに関しては、一概には私は言えないんじゃないかなというふうな見解です。まあ、ただ、そういう人たちがいるよねっていうのは確かだよっていうのは、確かだよっていうところなだけでございましてというところですね。まあ、それについてはちょっと後々話していこうと思います。ここに対してはもうこれだけで傷して、やはり日本の教育のレベルが下がったんだとか、そういうような話だけで決させるのはありだと思います。まあ、日本の教育問題は、それだけで、小一時間語る自信ありますし、なんならそれを、重きし教育学の授業で語ったせいで、私は教育免許を剥奪されてますからね。それぐらい、のやつですけど、ただその時に言っとった、持論は、全く変わってないし、ほら見たことかと、今でも、言う自信があるぐらいにね、やってたんで、まあ、それ語ると本当にそれだけ一致になっちゃうんでね、それはまた別の動画でやります。なんですけど、まあ、どちらにしろ、民度の低下というのは、まあ、一応一つの問題としてはあると思いますけど、ワンファクターだと思います。これが一番の本質なのかなって言われたら、どうかなって思うところがあります。次がセキュリティの低下ですね。これ何かっていうと、じゃあ昔からね、この回転寿司というのができてからね、こんなことが今まで起こったことがなかった。
急いでこれは対策しないとって、まあ、その時点で正直言って、今まで起こることがなかったと思ってる人がいっぱいいたことに私は驚きなんですよ。いうのは、正直言って飲食で、私は飲食で働いてた経験がありますからね。まあ、カラオケ屋とかいろいろとやってましたけど、他にも普通に外食業とかでも働いてたことがある。まあ、いろいろと転々としてるんでね。接客業転々としてると、もう、いろんな人いるじゃないですか。もう、すっごいクイックママみたいな人がね、来ることもあれば、まあ、お前、ちょっとふざけんなよ、みたいなね。私が一番、見たことがあるクレイジーっていうと、あれですね。水道の元栓閉め癖のあるっていう、謎の常習犯がいましたからね。大元の、そのところに、だから全部の水道止まっちゃうんですよ。水道の元栓があると、ある水道の元栓の元を見ると、閉める衝動に駆られてしまって、どうしても止めることができないんです。これはもう仕方ない病気なんで、見逃してくださいって言い張るっていうね。わけわからんかも。とにかく警察呼ばって、警察の人も困ってましたからね。会話にならんから、これ、刑事責任取れるのかなとかって。いや、お前、どうすんねこれっていうようなこととかもあります。本当にいろんな人がいるわけですよ、世の中には。カラオケ屋さんで1年間働いてみてください。本当にいろんな人いるなと思います。カラオケ屋さん多分一番いいかなと思います。スーパーとかよりも年齢層とかも幅が出ますしね。っていうとこがあったりするんですけど、そういうようなこととかやってると、思うのが、今まで逆に送ってないと思った方のが不思議だよなと思ってます。私はね。回転寿司屋さんが。逆に言うと、あれだけ無防備によく置いてたよねっていうふうに思うし、まあそうじゃないと、まあ商売として成り立たないし。ですからそこら辺に対して、なんかね、そういうような、危険、そういう行為に関する、なんか、ね、やつが。まあ、本来は、お店で食べるという段階で、私はこのお店の、決めてるハウスルールに従いますよっていうのが、いう契約のもとで、実は、あそこの席を使わせてもらって食べることができるんですよね。回転寿司の、を、法的な契約っていうふうに、ちょっと重々しく見るとね、いらっしゃいませって言って、何名ですって報告をして、ね、入っていくとかっていう、ような時とかにやるんですけど、まあ、ちなみに、だから、カラオケ屋さんの場合は、何名で入りますっていうのを人数を偽ると、これは、ルーム料金制のところでも、虚偽報告罪で、NG クラブとかあります。なんで、ルーム料金やったらええんやないのと思うかもしれませんけど、ダメなんですよね。例えば、深夜だったら18歳未満の年齢確認のが完了しないといけない。勝手に書類で入っとってね。ルーム料金のところで18歳未満だったら深夜使わせたらダメじゃないですか。で、使っとって、ちゃんと電車に行ってどうのこうのってなった時にね、そこら辺の管理がおだらになってると、お前勝手に18歳未満の人が深夜に使えるようになっとるやないか。はい。アウトって言って、結局店側が責任下っちゃうんですよ。で、当の本人はね、刑事責任能力なかったりしますから、そのまま怒られて、じゃんじゃんとかってね、こっちの方が減給食らったりとか、まあ、最悪クビになったりすることがあります。一番ひどい例だと、店舗潰れたりあります。からね、だから本当に気をつけないといけないんですけど、っていうのがあったりするんで、でも店舗潰れたのは、正確に言うと、うちの働いてたカラオケ屋さんじゃなくて、その時に、情報でね、仕入れてきた、ところの、別の外食店の、どっちかというとレストラン系のところだったんですけど、マジかって、それで潰れたっていう、やつですね。っていうのがあったりしますけどね。ですから本当に気をつけないといけないところではあるんですよ。いうところはあったりするんですけど、結局いろんな人が使うっていう中でね、まあそういったような契約とかをやってるときは、まあただ、そんなこと考えてくる人なんていないじゃないですか。いや、いますよ。あ、いやね、逆に言うと世の中にすっげえ考える人もいるんです。だからそういう人たちの基準で見てみたら、なんでこんな心が起こるの？まさに、青天の霹靂を食らうわけでございますね。ですよ、うちみたいな、立場から言わせても、いや、それは起こるだろうと。だって起こせる要素が揃ってんだもんっていうところでね。ですから、そこのところでどういう監視をするのか、管理をするのかっていうところを見たときに、このセキュリティの低下っていうところの問題になってくるんです。昔の回転寿司はどうして起こらなかったのっていうと、これはもうだいぶ昔の話まで戻すんですけど、昔の回転寿司屋さんっていうのは、いわゆる寿司屋とか100円寿司が全盛になる前ですよね。っていうのをから、あの回転寿司屋さん見てみると、いわゆる、
回るっていう字、まさに回転の回っていう字の状態ですね。回転の回の真ん中のところに寿司職人さんがいてね、握る人がいてね、周りから注文を受けてね、はいよって作ったりとかして。それで、手すきの時間に回転皿をね、ザーッと埋めてね。で、回して、裏方さんのところはバックヤードで茶碗蒸しとか蒸したりとかしていてっていう感じで、必ず目が、スタッフの目が行き届く、物理的に目が行き届くような行動、形だったんですよ。あれ、ちゃんと回転寿司屋さんって確か、多分一段上にしてありますもんね。高くして。あ、それで単純に、その机の上等とか見て。いいように言うと、その卓上居とか見て、本当に職人さんのこととかやったら、次はこの辺りとかが注文が入ってくるかな。こっちの方はそろそろ、お勘定に向かっていくところらへんかなとかっていうのを見て、オペレーションを決めていく。その時に流す。じゃあ今からはちょっとお子さんとかが増えてくる時間帯やから、軍艦物を増やしたりとか、そういうようなオペレーションとかやってたんだと思います。回転寿司屋さんで働いてたことがないで、正確なことは言えないんですけど、しかも当時のね、回転寿司屋さんだとちょっとわからないですけど、まあ多分そういうような感じのオペレーションがあるはずなんですよ。で、原価管理とかやりますんで、で、ちょっと手、ね、原価安いやつを多めに流すような時間をピークに持ってきて、それで原価をね、安定させるとか、そういう原価率を安定させる、いわゆるあらりの、取りに行くっていうね、こととかをやったりするわけなんですけど、それがボロ儲けとかそういうような話じゃないんですよ。それが正しい商売なんでね、っていうところでございます。だけど、ちゃんと、店員とで買う人がいるんだったら、それは商売としては偉いんですから。ただ、あまりにもそれをやりすぎると、何よ、ツナマヨしか流れてこやんやないか、マグロを流さんかい、もう二度と来るかってなっちゃうんでね、結局、そのサービスの提供がそれになったりするんですけどね、っていうのがあって。問題はそのセキュリティっていうところら辺に、今回限ります。そういった品質管理とかそういったところは、ちょっと、置いておいて、いわゆるセキュリティ品質のところですね。安全面のところの話だけにします。安全第一、品質第二になって言いますけどね。その安全第一のところで行くと、安全セキュリティっていう意味で言うと、物理的に人が減ってるんですよね。売り場面積に対する。これは作業効率化とかそういうのをわーっと測った結果、結果的に今の回転寿司屋さんって本当に人少最小限で回すようにしてるじゃないですか。人件費カットとかっていう形でね。まあ結局それやってたら物理的にそういった監視の目が行き届かないんで、やりやすくなりますよねっていうところ。で、いうところでなった時に、いや、そういうのでやるような、人たち、が、来る場所じゃないみたいなね、感じで、わーっていう感じの人とかもいるみたいなんですけど、まあでも、ね、出禁になってない限り来れますし、回転寿司屋さんだと出禁の管理って難しいよね。カラオケ屋さんだとね、会員証でね、データ照合してとか、まあ、あとは結構、まあ、匂いでね、身分証偽ってとかもありましたよ。本当にありましたけどね、私も受けてね、警察呼んだりとかありましたけど、そういうような、こととかもあったりするんで、実際には、大変なんですけど、結構、そこら辺に関しては、マンパワーの目を届かせるか、もしくは、中国なんかでね、よくやってるのは AI 監視ですよね。いうような感じでやっていくのか。AI 監視だと多分、顔認証とかでは、こういううまい悪さしたから、そういうのとかっていうの、できちゃうんですよね。そのあたりまで来てるんで、なんか、海外はそういうのを取り入れて、セキュリティ、安全セキュリティのところとかっていうのを、中国が、いいふうに使ってるかどうかを別でですよ。別でなんですけど、ちゃんと重点は置いてるんですよ。っていうところがやっぱ強いんですよね。結局中国が強いというのはそこら辺だったりするんですけど。なんか日本って、なんかそこら辺、なんか、すごく善意に任せがちなんですけど。なったら、それ、だから、100万人いて、100万人がそれできたらいいですよ。100万人いて、一人でもいたら、その人が野放しになって、やっちゃうんですよ。それが問題になって、わーっと取り上げられるっていう形なんですよね。ですから、何が問題かというと、結構抜本的な問題として、そのセキュリティとかそういったところ、まあこれ日本全体の抜本的な問題ではあると思うんですけど、無菌室主義って私は呼んでるんですけど、いわゆるウイルスとかでも、菌が一つもなければ、菌で死ぬ人はいないっていう発想ですよね。
なんか、日本でこの発想が強くて、いや、日本っていう民族は、そういうふうにできるんだっていうふう、ね、奇跡を起こせるんだっていう人いるんですけど、奇跡って言ってる時点で可能性が少ないところなんだから、それに日本の未来全ベットするのはめちゃくちゃ危険よ。万馬券に全、あの、日本の経済全ベットしてるようなもんだからって、本当、大丈夫それでっていうことにして、そういうようなね、発想を持つ人がいるから、そういう人が一人でもいるとそういうふうにしてできないんだって、俺がね、とっととね、借金でね、首吊ったってね、いくらでもおるぞと、おるぞと、そうするの全員に首吊ってもらうんですか、あなたって言いたくなりますけどね、っていうところなんで、そういう人たちもいるよね。じゃあ、それに対する抑止力ってどうするの？善意なんですよね。しかなかったですよね。今の回転寿司屋さんってそうなんですよね。ですから、すごく、そこら辺は起こりやすい環境にはなっていくようになりますよね。だって、日本全体がそういう方向にシュートしちゃってますからね。そこら辺が、なんか、なんていうの、セキュリティ対策とか、そういうところら辺のリスクマネジメントの話と、作業効率化とか、そのあたりのところが、本当にぐちゃぐちゃいな。これ結構、だから海外の人が日本人と仕事するの嫌っていう時に、これあるらしいですよ。これはね、あんまり日本人しか見てないところで言うと敵しか作られないんで嫌なんですけど、まあ、うちってこんな性格なんで、意外と、海外の人とね、こう、わーっとやりとりしたとき、結構、クレームを言われることもあるんですが、言いやすいらしいです。それは、接客業をやってるときにも気をつけてたことではあるんでね、あれなんですけど、クレームを言いやすい環境作る。それ、社員がうちに対して文句を言いやすい環境も作るし、お客さんが私に対して文句を言いやすい環境も作る。その中から文句の内容を拾っていくと、文句を拾うレベルが上がるんですよ。そうすると、これは聞いてもしゃあないやつやなっていう、切り捨て、まあ、言い方はですよね。切り捨てにしちゃう、内容のクレームと、これはちょっと具体的に取り組まないといけない。これを具体的に取り組めば、絶対、今後の売上とかそういうところ、最終的なところに繋がってくるなっていう、クレームとあるんですよね。っていうのが見極めれるようになってくるんで、どん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 出してっていう。だから、クレーム言う人に対して、イチャモンは別ですよ。イチャモンとクレーマー、モンスタークレーマーみたいな、ああいうのは別ですけど、クレーマー、普通のクレーマーです。クレーム出す分にはいいんですけど、偽のね、報告をしてきてね、虚偽報告してきてね、それでね、こっちの首取ろうとしてくると、ああ、通すよ、本当に。それね、それこそ、偽造したね、他人のカード使って、入ってきてっていうので、いや、この人は、それを知っとったのに通したみたいな、ことを言ってくるやつとか、いましたしね。警察が来たら、ひょろっとか、本当に豹変してね、こいつに、無理やりやられされたとか、急に言い出すやつとかいましたからね。本当に、いくらでもあります。そういうような、いくらでもあるって分かってるんで、そういうところでやってきてると、こんなん絶対来るやんと思うわけですよ。っていうところがあったりしますよね。で、いうところから行くと、そういうようなセキュリティのところ。で、まあ、これはもうセキュリティに関連してくるんですけど、バイトテロとか外国人バンキング問題っていうところから、抜本的対応が10年前からこんなん言われてたじゃないですか。SNS ができた時から。バイト出ろって言って、なんかショーケースの中にね、サーチワンだったっけ、あれ、ショーケースの中に、バイトが入って、とかって炎上して、とかってあったじゃないですか。で、サーチワンがガッコンって下がって、ね、とかって言って、わーってなってたじゃないですか。あの時から、抜本的に SNS に対する体制が全然ついてないんですよ。これなんでかって言ったら無菌室理論がなぜかできると思って、菌の体制つけるっていう、行動を、起こさってきたんですよね。結果的に結局何もできないままで、法的整備もそれに対して遅れてる。まあ、これ、ちょっと後ろに書いてあるのとセットになってきますけど。っていうのが、結局、今の現代って、そのあたりがどん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 と SNS とか進んできて、個人の発信力が高まってきたり。で、さらに非正規雇用が増えてる。まあ、私も今非正規雇用ですしね。じゃなきゃいけない。こんな YouTube で好きかって言いませんからね。で、いうのが、まあ、できるということは、これは、逆に言うと、非正規雇用ということは、ガバナンスが弱くなってるんですよ。
本来日本ってのはスーパーハイカーまでなんですよね。なんですよね。民間企業、中小企業の一つのところが、他のところでいう軍隊しかやらないようなハイカーバランスみたいなことをきっちりできちゃうんですよ。うん。っていうようなガバナンスの強さっていうのがずっとあったところで、そういう非正規雇用っていうようなガバナンスの取りにくい体制を取ってくるわけですね。フランチャイズ化とかもそうなんですけど、直営からフランチャイズ化に変える、マクドナルドなんかもやってますけどね。っていうのがあったりしますけど、そういうようなのを進めるっていうことは、それぞれ個々の責任が強くなって、会社全体でのガバナンス化は取りにくくなるっていうところの中で、なんですけど、日本って昔から、企業のね、社会人たるものは企業のね、従業員としてね、まさに社会に貢献するために、身を作って働く、これこそ社会人であるっていうようなね、会社で働く社会人というのが本来の、で、ところで、ね、それが日本という国を、支えていくって、その頂きに、ね、天皇陛下を、ね、賜ってっていうようなね、ところとか。あったり、してくるわけなんですけど、今、それの土台からどんどん今、崩れていってるか、ところはあるんですよね。では、どうしたらいいのか。だから、免震工法みたいな感じで、もうガチガチの工法を続くんじゃなくて、そうなると、ある程度その柔軟性を持って対応する時間なくなってくるんですよね。うん。で、行った時に、何が問題かというと、じゃあ海外こういうことってあるのか、ないのかって全然あるんですよ。ああいうアメリカとかでも見とったら全然、クレイジーな、ファンキーな、クレイジーな、なんかね、いますよ。いくらでも上がってきますから、あれ、じゃあどうしてるのかって言ったら、いや、個人の問題だよ。会社はそれに対する対策とか、クレイジーなことをする、ような人を、入れないような対策とか、入ってきてた時の、対策をするのであって、それに対して、してあっても、それを上回るようなね、発想でね、ある意味発想ですよね。発想の、天才。天才の字が完全に、天は一緒ですけど、才が災いの方ですけどね、発想の天才の人が現れてね、むちゃくちゃをやると。いうのは、まあ、アメリカの場所が縦断者とかになっちゃうんで大変ですけどね、っていうのがあったりするんで、ですから、どっちかというと、社会がそれに対して責任を問え、何やってんだっていうのは、基本的には個人に行くわけですよ。やった個人に行くっていうのでね、行くんで、なんなら会社も攻撃側になるんですよね。それに対して日本の場合は、会社がどうしてそんな教育体制ができてないの？正直言って、もうそういった人に対しては、どんな教育体制引いとったって、ゼロにはできないですよ。うん。これが10人とか30人とかだったら、ゼロにすることができると思うんですよ。私20までだと思いますけどね。一人で見てるのは。うん。20超えてきたら、一人で見させるんだったら、ちょっと限界が来ると思う。うん。いや、見れると言う人もいますけどね。うん。で、だから、会社とかにあったら2000人とか3000人、5000人ぐらいいますよね。もっといるか。スシローとかだったら。まあ、郵便局が一番多いのかな、今、多分従業員で言うと、一番でかいところにおった人間なんであれなんですけど、ってなってきたら、当然、目の行き届きようがなくなってくるわけですよ。うん。ですから、どんなにやったって、もうどうにもならんじゃとどうにもならん。うん。ですから、アメリカとかでは You are fired っていう制度があるのは、それの対策っていうので、それが効いてくるんで、どんなんていう失業策わーっと出してね、スラム街でわーってなっても、結局アメリカ全体として発展するよね。だから、首切った方のが早いんだよっていう。うん。そこら辺、一緒にしてると、結局、一人の、クレイジーがいたら、50人がかりぐらいで、いいやつで、支えてないと、会社として、こういうとこ結構赤をとくるのを補填するのに、50人ぐらい、まともなやつが、機能して初めて釣り合ってるぐらいになってきてくるっていうんで、じゃあもう一人がいない方がいいじゃん。じゃなくて、日本の場合は、終身雇用とかって言って昔から、その人たちでも、みんな、ワンチームだからっていう考え方でやってるっていうところが、なんか、その非正規雇用とかが進んできて、そういうのを切り離すって話やってるんです。そこら辺がなんかぐっちゃぐちゃになっとって、なんか、結局だから方針が定まらないで、一番経済成長とか、国の方針とか、そういうようなでかいストラテジーを決めるときに、一番ダメなパターンにずっとハマってるんじゃないかなという気がするんですよね。えらい熱い話になってしまったけど、ここが本題じゃないんでね。まあ、というような問題があるんで、確かに低質化っていうのも、皆さんが思ってるのは、民度の低下っていうよりも、どっちかというと、こういったところの対策の遅れっていう、ところ、法整備とか、そのあたりとかね、あとハウスルールとか、そのあたりとかも、
もっと個人の責任とか責任の明確化とか、そのあたりを、まあ、法律もなんですか、日本の場合やかいのは法治国家なのに、そこら辺に対して、昔からある、国民的文化の考え方とか、そのあたりが、東洋的な考え方が強いんで、ですから、なんて言ったらいいのかな、海外ほど、西洋ほどドライにならないし、明確にしないっていう、グレーゾーンができやすい構造だったりするんですよね。ですからね、まあ、本来のその法治国、ちょっとなんかね、一応日本は今西洋式の法治国家っていう形を取るんですけど、結局それが、なんか、馴染まないまま、まあ、うまいこといきゃいいんじゃないの、っていうところで、真面目な方向性、なんかカチカチした細かいところに囚われてしまって、本質のところがずーっとこれくらいになった結果が、まさに砂上の楼閣みたいになってる状態なんじゃないかなって言って、それはすごく危惧してるんでね、そういうようなところもあったりするんですけど、こういったところの問題もあると思います。ただ、今回の問題に対して、あまりにもビジョンが出てないところがあるんで、私はこっちの方にちょっと焦点、光を当てたいなと思います。もう一つの方という、画像を、若きしてやるか、よし、ということでね。で、次が、これですね。こっちなんですよ。どっちかっていうと気になるのは。顕在化という原因ですね。顕在化って何かって言ったら、要は、明るみになってきましたよっていうことですね。顕在化っていうのが。どういうことかっていうと、いや、今までも怒ってたとこじゃ怒ってたって。それが、SNS でそういうのを炎上しほくや何やかんや言って、わーって開けるやつが出てきたから、わー、こんなんが上がっとるっつって、なんとこじゃーってなってるだけで、昔からあったってっていうだけです。さっきの1のところでもちらっと言ってましたよ、私。従業員とかでやってた時にもむちゃくちゃなやつとかいましたよ。ね、正直、何にもできにしたこともありますし、そういうトラブルで警察呼んだりとか、あれ、逮捕になってるのかどうなのかなっていうような、やつもあったりしましょう。それこそ、店で暴れてね、警察呼んでとかっていうようなこととかも結構全然ありますからね。っていうところで、あったんで、だから、なんでそんな今更って感じはしてたんですけど、やはり、普通に多分暮らしてて、多分平均所得400万以上くらいかな、400、500万以上の人で、普通に暮らしてて、家族持ってね、夢のマイホーム建てて、マイカー持ってね、週末は家族でドライブだ、ショッピングだっていうので、楽しみな、週5日働いてね、祝日、今月は、2回、ね、3連休があるな、ラッキーとかっていうような感じのサラリーマンの人だと、そういう発想に至らないんでしょうね。そういう視点まで至らないんでしょうね。っていうのはあると思います。視点を持つ、複数の視点を持つっていうのは、結構私は YouTube もやってるし、もう13年ね、こういった動画配信活動をやってるっていうのもあって、ちょっと見方を変えるっていうのをやってるし、まあ、それこそその前から小説書くってなると、それこそ女の子の、ね、キャラクターが出てきた女の子の気持ち、どうやってね、読み進めるかとかね、そういうようなところとかもね、やっていかないといけないから、多角的視野を持つっていうのは、すっげえ力を入れてたんで、そのあたりは、まあ、だからそれもあって、実は社会学校行ったんですよね。あまり言ったことないけどね、親にも言ってないんですけどね。実はそういった多角的視野を持つっていう時には、社会学部に入るってありじゃないかなと思ってる。文芸部、小説家になるなら、社会学部の方がいいじゃん。文芸部で古い小説とか読んだって、どうせもうつまらない小説ばっかしな、昔の小説の眠なってくるしって言って。じゃあ、新しいものを生み出すのは、そういった多角的視野を持つのは大事じゃないかなと思っていたとかありますかね。っていうのは、まあ、余談ですけど。っていうところから見ると、こういうところなんです。経済化、っていうところですね。SNS 発達による個人発信力の強化って出てますけど、要は、ツイッターとかそういうのできる、いや、バイトテロとかと同じですよ。今まではやってたとしても、仲間内だけの3人とかでね、割と店やってとかってあったんですよ。言えないやつとかありましたよ。むちゃくちゃなね、店長さんがおってね、もうむちゃくちゃなことやってる人もいましたよ。気になる人はね、オフレコの時にお願いします。これちょっとオンでは言えないようなひどい話がいっぱいあるんで、まあ、その人当然懲戒解雇になってますけど、もう、っていうのもあったりするんで、そういうのがね、いっぱいあるのを知ってると、やってたやつがいたらっているだろうと。
で、それがたまたま発信力が強化されて、そういった、講習のところにボンって出すやつが出ちゃったんで、今までだったら仲間内のせいぜい良くてクラスの40人とか、で、間で、またバカ話が、それが、何億人も見るようなところに、同じようなノリでポンって出しちゃったもんで、こういう風になってるっていうだけ、みんなの目に見えるようになって、そういうのを、全然触ってこなかったね、なんて言ったらいいの、ピュアな人たちはね、なんたることでしょうってなってるわけでございますよね。すごく、なってる人は多分平和なところで暮らしてたんだなと思ったら、意外と多いんだなと思ったら、まあそういう意味で言うと日本ってまだまだ平和だったのかなと思いながら、これからどん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  闇を見ていくことになったのな、大変だなと思いながらね、見てましたけど、っていうのがあったりします。ですから SNS 発達による個人発信力の強化っていうのがあると思います。で、もう一つは店舗の発見能力の強化ですね。これは監視カメラの設置とかそういうようなところとかになってくるんですけど、その結局人が減ってるんで多分抑止力としては低下してると思うんですよ。人の目がないっていうのが言いやすいじゃないですか。で、もう一つは人の目があったとしてもモンスタークレーマーみたいな感じで、実際に私が知ってる例あげましょうか。スーパーで、これは私が働いてた、その家電製じゃないんですけど、別のね、かなりちっちゃい、規模のスーパーのところで、もう今、四日市全部なくなっちゃってるな。そっか、倒産したんだっけな。それが原因ではないんですかね。っていうようなところで、ちっちゃいスーパーのところで、子供が、アイスのね、売り場で、アイスのショーケースからアイス出して、そのまま破ってその場で食べ始めたんですよ。おや、注意するんかなと思って。だから、おや、なんも言わないですよ。で、店員さんが来て、ちょっと何やってんですかってなったら、はって、その親が逆ギレして、ブチ切れて。てめえ、後から買うのに、うちの子供は今食べたいんだから、今すぐ食べさせてあげないと。お前、どういう料金やとかってブチ切れて。で、結局、その人が、もう、わわ騒いで暴れまくって、結局、店長謝罪に追い込まれてたんですよ。公衆面前でね、っていうようなことになってて。あれ、だから謝罪しちゃったのはまずいと思うんですけど、まあ、ですから、それから、うちの子が、まあ、好きな時に好きなお菓子食わせるようにしろ、ちゃんと金を払うんやから、それを文句言うんやったら、もっと上に出るとこ出すぞって言って、あ、そこはコンビニみたいな感じでしゃ、で、成長したか。で、公衆の面前で、俺、現地取ったぞ、お前ら全員分かったよな、っていう、いうような感じで、まあ、結構その地元では、まあ、有名な、ね、有名な。人だったんで、まあ正直あまり可愛たくない、地元の人もね、あまり可愛たくない人ではあったんでね。っていうのがあって、それでなんかえらい騒ぎになってっていうようなのを、あったよっていう話ですよ。あったよっていう話ですよ。噂話ですからね。なんですけど、だいぶ具体的だった気もしますけど、っていうのがあったりするんで、そういうようなところの話にもなってくるんですけど、結構そのあたりが結構昔よりも発見能力は結局上がってるけど、抑止力としては低下してる。だから結果的に後出しじゃん、後からのやつになっちゃうんで、そこら辺がすごく、これはさっきの伸びたね。セキュリティ低下のところになってくるんですけど、ここのところと結局発揮能力としては、上げることができるんですけど、結構対策の限界が来てるんじゃないかなっていうところはありますよね。っていうところがあります。ですから、まあ、あとは抑止力としては、いや、もう、やったらできんやし、どれぐらいの賠償の、何やりましたよ。だから今回のやつで、どれぐらい賠償金額が取れるかっていうのはすごく重要になってくると思うんですけど、そういうのが抑止力になってくるんで、今までじゃあ、なんでなかったのかって言ったら、結局、まあで終わらせちゃったんですよ。ごめんで、まあ、ごめんで、本人は謝ってます、みたいな感じで、まあで、ね、やってきたら一回だってありました。私も、万引き捕まえた時に、万引き一つでうちの子供の未来どうしてくれずにじゃって言って、それで警察に出したらどういう条件じゃって言ってね、ぶち切れてきた親いましたからね、おお、マジか、こういった話になんねえなって、あ、これは話になんねえなって言ってね。店長、その時は私が店長じゃなかったんで、ね、店長を呼び出して、よろしくって、よろしくって。もうこのまま警察呼んどっかって。まあ、結局、もう警察出しましたけどね。っていうのとかがありましたけどね。全然、話が進もうって言って、一応店長、うちは一応店長に振って、もう呼ぶ、一回ちょっと話聞いてみろ。お前の対策がありなんちゃうのって言って。
いや、話なら、話ができやん。何言ってんのよ。30分間で、ヘトヘトになって帰ってきて、110って言ってましたけど、110って交番呼んでましたけどね。っていうのか、とかありましたけどね。いくらでもある、そういうのがあるんですよね。っていうので、結局、防衛済ませるところが結構多くて、っていうか、その、だから、ドンと出て、まあ、変な話ですけど、差し首みたいなのって、あんまり美しくないよね、みたいなのがあったんですけど、結局一番効くんですよね。物理的差し首はね、そりゃ、さすがに物騒な話になっていますけど、こういうのにちゃんとドンと出て、こういうことしたら、これぐらいの罰が出るよ、っていうのが、ドンとリリース、ちゃんと出れば、それは抑止力になるんで、そういうのは大事だったんですけど、そのあたりとか、なんか、なんとない、まあまあ、来ちゃってて、死刑走ろうとかでもちょっとあるんですけど、まあ、そのあたりちょっとイラともきりじゃないんで、あれなんですけど、っていうようなところが、とかがあるんで、発見能力の記憶はとかはあるけど、そういうふうになってきてるっていうところであって、いうので、すごくできやすい環境にはどんどんなってたんじゃないの？それが、発信されて、みんなの目につきやすくなってきてるだけじゃないの？っていう。今までもあったのに、あったのが、やりやすい環境ができてきて、やった後のことは分かりませんよ。ですけど、やりやすい環境ができて、それが、皆さんの目に届くとこまでの分水嶺を超えてきただけじゃないのっていう意見ですね。あったのはあっただろう。それが隠れなくなってきただけっていうだけの話ですね。で、もう一つじゃあ何か増える。これは増える方の要因ですけど、炎上商法の中長期的成功ビジョンというところがあります。ね、これは私がね、まあ13年やって、今、ついてね、YouTube がフォロワー数300、登録者数が330人、あ、340人いったかな？ 340 人。で、ニコ動画に至っては13年でフォロワー数11人ですよ。つまり、炎上せずに、やってると、結局炎上した人って、5000とか6000とか10万とか、やっぱ稼ぐわけですよね。どんなひどいことやっても、結局、有名な言葉で、悪名は無名に勝るっていう言葉があるんです。これ誰だったっけな、の言葉であるんですよ。悪名は無名に勝る。だから、無名で終わるよりは悪名の方のが、お金も稼げるし、有名になれるし、結局、強いよっていう。ところですよね。これがまさに今のこの SNS がわーっと出てきて、素人、ね、いわゆる普通の人が、そういうような発信する武器を手に入れたときに、炎上商法というものが、結局、無名に勝るになってしまってるっていうところですね。ですから私がこんなこと言うと、多分この動画が1って10再生でしょ。10再生なわけですよ。まあ、これを見ていただいたこの10人の人は本当にありがとうというところなんですけど、この10人しか見なくて、結局炎上商法やったらヘズマ10だったら100万再生とか防ぐわけですよ。まあ、それ自体の広告収益が止めるとも、それに目をつけて、サードパーティーとか外国資本みたいなところでもいいですよ。ね、わーっと入ってきて、ね、金やりね、渡して、それでまた荒らせみたいなことやったら、金が稼げるわけですよね。結局、稼げないと厳しいわけですよ。うちなんかまさに今そうなんですけど、それはまた別の動画で言いますけどね。もう、今月もマイナス15万ぐらいになって、もう、借りる後もないんで、結構積んできてるなっていうところだったりするんですけど、10万円で困るわけですよ。炎上商法でわってなった人たちって結局、何やかんや言って500万とか1000万とか2000万とか稼いで、ね、現金を手に入れるわけですよね。ってなったら、稼げずにマイナス20万で首吊って死んでいくような人間ね。まあ、首吊りじゃなくて多分海に沈むことになると思いますけど、それは全てはね、さ、債権主様のね、ご要望次第でございますんでね。それはわかりませんけど、私で決めれる範囲、権限を超えておりますんでね。これが、多重債務者の現実ですよ。ということなんで、結局、そういうのが、ポンと出て言ってるじゃないか。で、ましてや、今の社会ってめちゃくちゃ短期求めるじゃないですか。中長期なんて、もう、まあ、私もね、言うて、まあ、長期ビジョンとかばっと立てるのは結構得意なんですけど、短期ビジョンは弱いんで、結局それで、まあ、ボロボロになってますけど、っていうところで、まあ、私なんかも本当は、もう、あと1ヶ月後の支払いのことを考えないといけないんですけど、1ヶ月後どころじゃない、20日後、20日後の支払いのことを考えないといけないんだ。20日後か。どうすんだ。あと7万円。
どこで作ってこようかなというところだったりするんですけど、で、いうような、ね、感じで、まあ、ましてや、所得が下がると結局、長期ビジョンじゃなくて短期ビジョンの方になっていくわけですよ。で、日本全体って、比較所得が下がってるわけで、物価が上がって、所得が横ばい、もしくは、これも実質スタグフレーションという状態ですからね、めちゃくちゃやばい状態だったりするんですけど、物価が上がる、まあ、世界情勢でね、上がりますからね。で、海外どうなってるのかって、上がった分、ちゃんと人件費もプラスで、比率で考えるんで、原価率何パーセントで、人件費何パーセントで考えればってやつなんですか、あれ、どこだったっけ？ユニクロだったっけな？どっかが、ユニクロかソフトバンクかちょっと忘れたんだけど、あのあたりの企業さんが、原価率じゃなくて、原価高で考えることによって、価格を抑えることができるんだっていう発想をやったんで、結果的にこれやると何が起こるかというと、どんなに物価が上がっても人件費が上がらないっていうことになっちゃうんですよね。だから、海外、どこ見てもこんな考え方でやってるの日本だけなんですよ。結果的に低価格を高品質で低価格を実現してるって言ってるんだけど、実はそれ高品質なのかって言われると、品質っていう問題、これ過去動画にあるんでそれを見ていただきたいですけど、品質っていうものの本質を考えたときに、実は、それだと中国に品質で負けちゃうんだよ。大丈夫？本当分かってる？品質。中国やベトナムとかの、が、あの、ね、日本はね、安くて、あれね、あれ、ところが作ってるから安くて、ね、安いけど低品質じゃないかって思ったかもしれませんけど、海外の人の冷静な目で見た時の品質っていうのに照らし合わせた。日本ってのは高いだよ。品質がいいじゃなくて、壊れにくいけど高いよね。なんかそれ壊れやすい。中国は壊れやすいけど安いよね。それを加味したときに品質っていうのが見えてくるんですよ。それが本来の品質なんですよっていうところなんですけど、これは、それだけ語った動画、1時間ぐらい語ってる動画が、ね、気になる方、またリンク貼っときますね。見ていただいたらと思いますけど。まあそういったようなところとかがあったりするんで、まあビジョンが、結局そういうような、ところのビジョンのところが、あって、だから、昔だったら、ね、近所の噂とか、そういうようなコミュニティで、結局、村八分にされるとかいうのがあったり、それもまた法律の範囲を超えたところでやってたりするんで、結局、法整備を進めてもなんかぐちゃぐちゃになっちゃうって。で、自分もその本来進めるべき法整備もぐちゃぐちゃ進まんのに、進めた法整備もちゃんとぐちゃぐちゃって、っていうところがあったりするんで、すごく難しい。局面ではないのかなと思うんですけど、こういった問題とか、ちゃんと対策しようと思うとね。だからもう、対策できねえじゃんって諦めるっていう方向に踏んだったらいいんですけど、日本人絶対嫌じゃないですか。絶対達成するんだ。絶対困難を達成するんだ。プロジェクト X は全員できるんだと思ってるじゃないですか。プロジェクト X って0.01%ぐらいの確率を引いたから成功させてわーってなってるだけでね、99.9%人は絶対失敗して倒産してるんですからねっていう話をね、忘れちゃダメだと思うんですけどね。ということは置いといて。ということで、そういうのがあって、そういった成功ビジョンとか結局あるんで、だから昔も消えにくくなってて、やるやつやる。っていうところなんです。さっきのね、でも4000万再生言ってるわけでしょ。だから、よっぽどそれに、を超えるような損害を被らないと、これで、まあ、ごめんで言ってるし、とかって言って済ませたら、やれ、4000万再生取ったでしょ、イェヘヘってなって終わっちゃうんですよね。終わっちゃうんですよ。そういうもんなんですよ。そしたらそれ成功体験になるんで、あ、じゃあ、やっていいんだってなっちゃうわけですよ。そういう人がさらに、そういう、もっと、まずいことを起こす、原因の作戦にもなってしまうし、周りの人たちがね、あれ、なんで、あれやってやったけど、結局ね、のんのと暮らしてんじゃん、やっちゃえって言って、やっちゃうような環境を作ってきたのが、ここ10年、20年ぐらいの日本だと思うんですよね。まあ、これ以上言うと政治的発言とか言ってそうなんであれなんですけど、まあ、法整備の話、法律の話するとどうしても政治家降ってくるんで。まあ、これぐらいまではこっちでもやろうかなと思います。ということもあって、私も消えにくくなってるんじゃないかなところですね。まあ、まあ、ごめんです。まあ、日本的美徳。まあ、そういうね、当てない、文化なんですよ。日本は当てない文化っていうのが、いうところで、刀を持ってても抜かない文化ですよね。持ってるけど絶対抜くことはない。っていう文化。だから、それこそ死刑制度の話も、のところにちょっと触れてきますけど、海外死刑制度の廃止は、まあ言ってますけど、すっごく大事なことがあって、海外は、重悪犯はその場で射殺するんですよ。
警官が射殺するんだ。日本って、その場で警官が射殺する事件って、年間に何件あるんだろう。私が知ってるのに、最近だと2件ぐらい、累計で4件か5件ぐらいしか知らないよ。警官が発砲して死亡したというか、そしたらもう大問題だって言ってね、警官が発砲したって言って、わーってニュースになるじゃないか。あの規模で、アメリカで多分警官が発砲したって言ってニュースにしてたら、多分、あれですよね、YouTube で24時間、羅列でバーって読み上げてても多分間に合わないですよね、ってぐらい、多分ありますよね。うん、っていうことなんですよ。だから、中断とかでも、そんな死刑制度廃止してるところでも、多いのは、凶悪犯はその場合射殺なす、だから、死刑制度廃止の議論が日本と、全然抜本的に違う。そもそも本当にやべえやつは、もうその場で撃ち殺してるから、っていう前提なんですよ。っていうところがあるんで、死刑制度廃止の方が日本だけはちょっと特別にそこら辺の加味しないと、大前提の議論が日本だけできないんですよ。良くも悪くもできないんで、っていうところがあったりするね。そういう、その日本的美徳ですね。それが結局、グローバリズム、海外とかもまた入ってきた。で、西洋のそういった文化とかも、取り入れる、やっと、一応明治以降、何十年かけて、百四、四五十年かけて、やってきてるはずなんですけど、ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃって、明確なビジョン、ってきてるので、結局それが海外からの不信感も招いているし、っていうようなのが結局、現れたのが今回の事件だったんじゃないかなという気がします。ですから、結局、対策としては、考えられるのは、ですから、ちゃんとした厳格な、こういったのに対する厳格な対応ですよね。で、そういうのも頭だっていう、割り切りと諦めも必要なんですよ。で、その上で現実的にどうしたらいいのかって地に足ついた法整備を進めるしかないんですよね。だと思います。っていうふうなところで、それがじゃあできるのかってのはすっげえ怪しいなと思いますけど、今の日本にそれができる能力があるかって言われたら、ちょっと、ないかな。ないかな。っていうところなんでね、絶望の淵に暮れながらね、私はこの動画をアップロードしたら、今からまた資金繰りに走るわけでございますけど、そんな感じでね、なってくんでね、難しいよね、そんな感じのところなんで、なくするのは、ゼロにするって、根絶ってよく言いますけど、ミクロで見た場合ね、根絶に向けて動くっていうのはありなんですけど、マクロを見たときには、お薬の対処として、その抑止力をどうやって働かせるかとか、そういったところとかまで、ちゃんと現実的に考えてやらないと、いくらでも起こるし、バカはどこまでもバカなんで、バカに効く薬はないって言いますけど、正直、そういうことをやるよっていう人の、倫理観とか発想っていうものは、そういった、年収400万でね、子供いて、夢のマイホーム、マイカー買ってね、クリスマスにはね、現滞金2時間並んで買ってきたよって言ってね、クリスマスパーティーだっていうね、ような、発想のね、平和な、皆さんとは、圧倒的に、もう日本も全員が同じ考えだっていう幻想は捨てないとダメ っていうところだと思います。それが一つの多様性っていう言葉にも繋がってきますしね。そのあたりとかまで言い出したらまたキリがなくなってくるんで、時間も経ちましたんでね、このあたりとかをしっかりと抑えて、見ていかないと抜本的な対策もできないんじゃないかと思うんで、このあたり現実に即した議論とかね、ぜひコメント欄とかでもね、いろいろといただきたいと思います。で、そのね、話しとったところで、ちょっと気になるところとかあったら、また書いてもらって、それに対して、また、わと、動画を売ってたりとか、やっていきたいなと思いますんでね、まだね、こういうのいいなと思っていただいた方はね、また高評価ボタンとかね、コメント、いろいろと書いていただいたり、もう一人一個でなくてもいいです。二個動だったら、いくらでも書けますし、あれなんですけど、一人10個、20個も書けるでいいんですけど、YouTube の方でもね、全然もう、どんどん書いてもらって、大丈夫なんで、うちのところはね、どんどん書いてください。全部読みますんでね、うちのところは。やっていきます。で、あとはね、SNS とかでね、いろいろと転載してもらって、チャンネル登録してもらえると、すっごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ちっちゃいまんまで終わる、一応大きくするから、ご視聴ありがとうございました。